5年も前のこと、いちいちアナアホ。W。これだから味噌は嫌われる。味噌か。愛知県 W。一同じ愛知県民として困難がいるから愛知は排他的とか言われるんだ。南海トラフに怯えてるのか。W。まあでも東日本のことだからこっちとは温度差あるよね実際。だったらすれた天なっちゅう話で中黒中黒中黒しかし今日は寒いな。8月になると70年前の P のことまだやってるじゃん。七あの時東北は雪が下ってたらしいからな。大河ドラマなんて400年も前の話をやってるぞ。一かまってちゃんだなぁは。雪が下る中、イオンの屋上で救助を待ってる人たちの映像あったなってそれ本当の温度差の話や。無神経なすれ立てるなボケ。七思いっきり影響されてるのは関西電力。東京メトロは、3月11日、近大地震を想定した全列車の停止訓練を実施します。14時46分から約1分間止まります。一福島は未だ震災の途中なんだぞ。人も住めないこの世の地獄なんだよ。一このクズが事故りますように。一同じことが君に起きるかもよ。こいつにだけ災害が降りかかりますように。一お味噌最低だな。ひでえな空パルル叩くわ。いや実際どうでもいいけどな騒いでる奴らもどうせ昨日まで震災の死の字も忘れてたくせにそんで明日になったら結局また忘れるんだから。23お前がそういう人間だということはよくわかりました自分語りの自己紹介オツです。17福岡に何がわかる24社会と関わりがないと、あんな考え方になるのかね。あんな考え方だから、社会から拒否されるのかね。今日くらいいいじゃん。脊髄反射で味噌言うてるやつに方が怖いわ。阪神だってあるけど、東京は震災当日と前後しか触れないよな、関西は定期的にやってるみたいだが。次、どこかであれば東日本よりそっちになるんだ。一方。それを顔出し実名でメディアなりネットなりでおめくのなら賛同してやるくずめ、いけ。阪神淡路大震災の時は1年経たずに風化してんだがな中越大地震南海1週間くらいしか触れなかったそもそも地震ごときでいちいちここまで日。自分が無関係な災害のことなんていちいちすべて覚えてられない。一愛知県で大地震が起きますように、-1-阪神淡路大震災右トンキン、温泉町みたい、小東日本震災右トンキン、やばい。戦後最大の地震。東京すげや。なぜなのか。一のうちだけが震度10に襲われますように。引きこもってると倫理観含めあらゆる感覚が崩壊してくのよね一みたいに。34東京すげや。の意味がわからないんだが。ここまでの被害になったのはトンキン電力のせい一生土下座しとけ。37すげえは揺れてるとかすげえは混乱してるとかだろ交通網麻痺したし。いくら地下でもこれはさすがに位置が崩すぎるのか日本人ではないかのどちらか。